はい、おはようございます。今日は7月の14日日曜の朝の保護の子でね、珍しくなっちゃんがね、下に降りて餌食べてるシーンからね撮れました。はい、こんな感じです。まあ、いろいろね、子供は入ったかな。いろいろね、20分の動画でね、なかなかね、伝えられないことが多いんやけどね、実際は僕見ててね、いろんなことをやっぱりね、してるからね、猫たちは。まあ、大丈夫かなと。今日かというと、昨日ね、言うてないけどね、僕の言葉ない動画でね、昨日撮ったから、知ってない人は知ってはると思うけど、アメちゃんこっちに入れたんですよ。これね。それで、あれ怒ってんね。いきなりちょっと切れましたね。ちょっとボケてね。アメちゃんね、ここに入れたんですよ。まあ、慣れるまでね、ちょっとここに入れようかな思ったりね。まあ、だけど、撤去がね、明日この撤去しようかな思ったりもね。それで、まあ、ここ、うんこもね、結構してるからね、大丈夫かなと。アメちゃんはね、元気なうんこしてましたわ。はい、ママ。特別問題ないけど、まあ、ちょっとおしっこ少ないかな思うけど、ひょっとしたらしてんかな思ったりね。こうそんな溜まってないからね。ねえ、これ黄色、今もね、この上にこれ釣ったやつで遊んどったからね。顔色見てもうたらわかると思うけど、昨日の動画でも。結構ね、遊んどんですよね。誰よこれ。おい。おい。あ、シャークいんや。シャークこんなとこんの。おいで。おい。おいで。おいで。おい。これで、この辺ね、昨日ね、ちょっと昼休みにね、積み切ったんですよ。お、びっくりした。だから昨日ね、書かれたり噛まれたりしてる、マイルドちゃんの動画あったけどね、爪切ってんすよ、これ。網に入れてね、サブコロちゃんも、あ、サブコロちゃんもまだかな。チャチャ君と、誰だ、ショウコちゃんも切ったんですよ。あ、シャーコちゃん。このシャーコちゃんも切って、だからレイちゃんも言うてはったね。レイちゃんも、なんか言うてはったね。まあ、爪切りしますね。爪当たってんかもわからんし。まあ、この、誰が言うてはったけど、ここの下のゲージの針、あれで、怪我してると、思わないんですけどね。一応ね、目もね、だいぶ、おい、マシになってます。何やったんかな思うけどね。はい。翔子ちゃん。これ、昨日ね、ちょっと、光当てて、いうか、この携帯の光じゃないけどね、ちょっと光当ててね、見やすくしたから、子供、見れたと思うんですよ、昨日ここの。まあ、なかなかね、あれでしょ。育ってるでしょ。これ、向こうがね、やたらと鳴いとるからね。ちょっと見に行っておこうかな。誰が鳴いてんのね。なんかね、ちゃちゃくんと、アメちゃんがね、結構、アメちゃんと、スジちゃんが、結構喧嘩やないけどね、なんか、向き合っとって、誰が鳴いて、なんか、ニャーニャー言うと思う。多分マロンちゃいますよね。ねえ、なんかあるんかな。取られてるからかな。ここマロンちゃんの場所。でこんな感じ。ニックも爪切ったかな。ニックも多分爪切ったと思うぞ。これ。ニックも爪切ったと思う。まあ全部が全部きちっと切れてんけどね。こなして爪切れてるでしょ。キタロウちゃんはまだやったんかな。ちょっと見せて。キタロウちゃんまだやね。あ、これでチャチャ君は切ってます。ほら。こんな風に。後ろはまだやねんけどね。前だけね。とりあえず。ほいで、マリンちゃんも切ったんですよ。確か。マリンちゃんとクララちゃんと。確かマリンちゃん切った。あ、マリンちゃん切ってなかったかな。あ、マリンちゃんまだやね。クララちゃん切ったんですね。クララちゃん切りました。はいはい。この子もね、心配、みんなしはるけど、寄ってくるからね。寄ってけえ日もあるけどね。うん。そんな心配しはることないと思いますよ。それでまあ、こっちに戻したけどね、もう。うん、こっちに帰り出そうにしてるからね。それでまあ、できたらこのね、この子、切りたいんやけどね、辻ちゃんも。いっちゃんと、マロンちゃんはね、病院で切ってもうたからね。できたら、もばちゃんも切りたいんやけどね、もばちゃんも結構生えてるでしょ。これもね、切ろうかなと。オス猫だけはね、ちょっとね、切っとった方がいいかな、思ってね。まあ、マリンちゃんも結構ね、いたずらするから、マリンちゃんもね。まあ、どっかのね、多頭崩壊の動画見て、あ、なんか、切っとったね、これ。多頭崩壊の動画見てね、
あの爪でなんか目やられてるのを見てね、あこれはほんまにあれやなって、サブコロちゃんも切ったんじゃんこれ確か、あサブコロちゃんじゃん、このこれも、まあ、おとなしいやけどね、うん、ママ切ったかな、ママも切ったと思うんですけどね確か、ママもほらママ切ってるでしょ、ほら見えるかな、まあそれでね昨日はねああいう動画ねちょっと撮っとこうかな思ってね、ほんで猫あの子猫この子なのと兄弟もね昨日まあ昼からちょっと予定なかったからね見に行く予定やってんけどね、途中でねタイヤ4トンパーンって助手席の前パンクして、それも交通量の多いとこで雨降ってる中でやからねちょっと怖かったけどね、発煙筒咲くのもちょっと怖いぐらいのとこやったからもう自力でねちょっと200メーターぐらいもう単車なしパンクした状態で走って安全な場所に逃げてんけどね、それでまあタイヤ交換してもうて、まあ雨の中ビチョビチョなってもうてんけどね、その後まあちょっとだけね公園の時に行きました、それがこんな感じ、はいはい、公園見に来たけど骨動いてないですね、やっぱり2匹ね、ちょっとねご指摘も受けてるから周りはねできるだけね映さんようにします ね、周りはそんなにね映さんように、まあ、カラスがまだないと思うね、まあ、こんな感じでねいてないんですよね、まあ、さっきねちょっとパンクトラックパンクしてねパンクせんかったらもうちょっと早くねちょっと見回りできてんけどね、ちょっとね時間ちょっと遅なってちょっと確認してんけどね、今4時前4時半4時過ぎかな、うん、いてないね、ここを逃げていきよってんけど何回かね見に来てんけどねやっぱりいてないですね、まあここにねおってんけどここにもいてないですね、4匹ここにおったんですよ、いてないね、はいこんな感じでね、こんな感じでね行ったけどやっぱりいてないですね、まあ、あの子らは結構もう他のこの餌を食ってたからね、この子がでもうお乳じゃなくてねあれ食えカリカリも食っとんのですよもう最近、だからひょっとしてあの子らもねなんとか生きてたらいいけど、まあまあ野良になるでしょうね、性格。この子らもね、このちっちゃい子もね、ほんまに野良性格なんですよ。ほんまにかわいそうやけど。まあ、ここからね、まだ、ちいちゃいからね、慣れて、あれすることはできると思うけどね。うん、この子はね、もう野良じゃなくなって、もう、まあ、飼い猫でいけると思いますよ、これは。僕らは遊ぶ性格やからね、この子は。だからね、このちいちゃいとこにね、保護できたらね、ほんまに人生変えれるんちゃうかなと思うんだよね。この子たちもね、ブルーちゃんね。まあ、ブルーちゃんね、カズちゃんに似てるんやけど、まあ、そのカズちゃんのあれもね、昨日、まあ、前からもうどうしようかな思ってんけどね、やっぱりブログに載せてね、やっぱり、自分の思い出ともなるからね、あの人作っとったらね、それでブログにね、ちょっと、載せて動画なりにちょっと作ってんけど、まあ歌なんであんな歌すんねんっていうようなこと夢犯にも言われてんけどね、まああれはあれでね、うん、ちょっとね僕も神風特攻隊のそんなんちょっと見たりした時にあの歌あちょっとええな思ってね、うん、ジーンと来たからね、まあそのジーンと来る来た、まあかんまあなんちゅうたんやな、まあそれであの歌作っただけなんやけどね、うん、ちょっと合わんおかしやろみたいな感じで言われたけど、まあまああれでね、あそれで後ろの方にはねちょっとあれなんですよ、カズちゃんのねちょっと写真もね出てるから、まあ動画はねスルーしはってくれていいと思うけどね、ブログはねちょっと見てくれはってもいいかなと、うん、そんな感じでね昨日作りました、まあ作ったらね2時半まで昨日夜中作っとって、それで朝ちょっとブログのね文章を考えたりして
アップしたわけしたんやけどね、今日嫁はんあの昼間で仕事でねちょっと忙しいんですよ。やっぱり介護の方はね人たらんで忙しくてね、うん、ちょっとね あの午前中だけ仕事行っとるんやけどね、それで僕昼からちょっと保険の見直しでねちょっとあの行かなダメなんですよ。シャー君、おいシャー君どこ行った。この子もね入ってる時はそんなにね、この子も爪切り、あこの子まだ切ってない、この子も切ろうと思ってるんですよ。それともおばちゃんとちょっと切りますね、今日今日か明日には、で明日にはトイレちょっとしようかな思ってんけどね。ママもねちょっとおしっこしんになるけど、まあ出てるのは出てると思うんやけどね、あの押すのではちょっと少ないんですよ。まあそれで膀胱も色高でそんなに溜まってるような状況ではないから、ちょっと自分でできてんかな思ったんや、うんこもね落ちてんの少ないからね。まあそれで色高でね、あちょっとまあマシかな、パンパンにはなってないからね、ひょっとしたらトイレできてんかもわからんしね、一旦またママもねアメちゃんちょっとあれ終わってから入れようかな思ったら今ね、まあそこ空いてんけどねゲージね、まあここあのなっちゃんもモテてもいいかなみたいね。アメちゃんはね案外向こうのがええかもわからんしね、ここやったらここばっかり入るからね、向こうやったらねまだ手の届く範囲におる時もあるからね、アメちゃんここ結構多いからね、ここ入ったら絶対ちょっとあのできへんからね、向こうに返したろうかなと思うみたいね、アメちゃんね、まあ、案外ね気を調子良さそうっすね、アメちゃんはこんな感じでね、うん、でこの子はねシャー言うけど全然いけるんですよ。はい、見えるかな、ちょっと 見にくいね、よしよしよし、この子はねまだね逃げるだけでねまだね可能性はありますよ、うん、この子はね、うん、まあこんな感じで、なっちゃんはね今またここに所定の位置戻ってるけどね、はい、まあたまにはね昨日みたいな動画もねいいかな思ってね、音楽つけて、あ最後の方また悲しい音楽だったけどね、うん、ちょっと音楽長すぎるからね僕の動画、やっぱり猫多いからねどうしても長なんですよね、うん、はいブルーちゃん、ね、ええ顔なっとんねブルーちゃん、ね、まあねほんまに まあ、クララちゃんの動画もまた作らなあかんねんけど、あれから進んでないし、それでトラキチノもねちょっとそのままなってて、ね、シャー君からシャー子ちゃんとかも作ったりもね、いろいろね変化の動画もねちょっと作ったりも していこうかなとね、うん、まあいろいろね昨日のカズちゃんの動画作っててもね思い出すことはやっぱりいろいろありましたね。やっぱりここで行って逃げたこともね、一旦このガレージ連れてきてねここから逃げよったんですよね、このどっかから、うん、あれはびっくりしましたけどね、うん、それからこのネットするようになって逃げなくなってんけどね、まあ、いろんな思い出のね詰まった猫たちやからね僕にはね、まあ、こんな感じでねまたね夜でも撮らせてもらいます。はい、以上です、ありがとうございます。